なんかすごい可愛い空間なんやけど、ここ。え、でも何？洗濯機の上にミキサーが乗ってるんだけど、どういう状態？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。何だったのだろうか。はい、そして、ちょっとあっち側の家にも行きたい。ここは、この辺から飛んでいけるか？なんか、あっちにも家が。どうも。ホラー村コレクター。次は人食い村が欲しいな。ホラー村コレクター？村をコレクションするの？どういうこと？お邪魔します。ウェルカム。これは、え？めっちゃなんか、監視カメラの映像みたいなのがある。え、なに？怖っ。なに？どういうこと？この監視カメラの映像は、そのいろんなホラー村をこれで監視してるってこと？あ、見て。これ、愛花ちゃんのジグソーパズルや。そしてパネルも愛花ちゃんやろ？この子は一体何なんやろ？なんかこんな感じの動物おった？猫よね。ちょっとアイドルっぽい感じ。なんか顔的にはさ、ミスズちゃんみたいな感じやけど、あの子クマやもんね。はい、ちょっと、右の部屋へ。これはヘルプって書いとんやないん。ほら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 。めっちゃなんか助け求めよる。どこかの島からのファックス？ヘルプ。ほい、それじゃあ、2階へ。ん？ 2 階行けてない。2階へ。2階を、なに？これ、アイカビレッジランク D。ふんふんふん。なんて書いとんこれ。イレイスビレッジランク A。ファストビレッジランク D。ファストビレッジ？忘れられた村とかそういうこと？過去の村。過去の村なんかな？ノイジービレッジランク A。これは、あれか？要は、あ、そういうことか。これそれぞれのホラー村ってことや。これそれぞれのホラー村の監視とかをして、その村に、ここの住人がランクをつけていけるってことや。このホラー村コレクターが。アイカ村は D だったの、ランク。で、これアイカちゃんやろ？これはその、なんて読むんやろ。イレイス村なんかな。なんか、それぞれの村の、そのストーリーに合った絵とか、そういうのがここにあるってことなんやね。ってことは、その村とかも、行ったら、これが何なのかがわかるってことや。これさっきの、謎の生物やろ。で、このノイジービレッジの住民さんってことや、この子。なるほどね。ふんふんふん。実際にあるホラー村なんかな。これってことよね。はい、そして、地下へ。ん？地下は？これは何？マンボウ？なんなんやろ、これ。海藻も、ん？で、餌、トイレ。何の生物これ。何かしらに餌を与えて、飼育しよるっぽいけど。ほい、お邪魔しました。そして次は、ちょいと、ちょいと、ちょいと、泣いてくれたら、
嬉しいのですが、ありがとう。ありがとう。で、次はあっち側。ほいほい。これ、アイカちゃんよね。村のデータを削除しますか？え？しません。どうした？お邪魔します。あ、これは、またアイカちゃんの家。これが2段階目ってことかな？なにこれ？なんかこれさ、電子版みたいなの出てない？ほら、なんかここの辺にも、錆びた部品というか壊れた部品というか、なんかバグが出てきよるよね。この村は、データでできているということ？村というか島、島相方。何かしらバグが出てきよるってことよね、きっと。愛花ちゃんがいっぱいおって、ケーキもいっぱいある。そして、ところどころに、電子版が出てきている。そういうことか？ん？奥の部屋にはなんか、和風ホラー村、ホラー村というか、和風ホラーではおなじみっぽい、井戸と、そして愛花ちゃん。井戸に落ちたの？これ何の絵？なんかバッタの絵みたいなの描いてない？え？違うかな？はい、そして、なんか手帳もいっぱいあるな。ね。はい、2階へ。ん？2階もまたなんか、おぉ、びっくりした。浮いとるみたいな感じになるんやね。床に何かしらいろいろ置いたら。ほら、ここにも電子版が見え隠れして、大量のアイカちゃん、そして大量の謎の生物。なんかあれやね、エコー写真の赤ちゃんみたいな感じに見えるんかな。謎の生物っていうか。はい、そして地下へ。お、びっくりした、動きよる。なんだこいつら。なに、カニの支配する家なんすか、ここは。あ、本にアイカちゃん。アイカちゃんについて調べてたの？でも虫についても調べているっぽい。こいつらの住みかってことよね。ふい、お邪魔しましたー。あ、あっこにも。あっこにはノイジービレッジランク A。いろんなところにあの人評価書いとんやね。何事？ほ。どこから戻ればよいのだろうか。いいよ。あ、戻ってこれた。アイカビレッジランク D。この猫みたいなやつはなんか右目が潰れているのか？と、これどこから下に降りればいいんやろ。何あれ？なんか地図のさ、右上の方 SOS 書いとる。あれ、地図で見んとわからんのかな？もしかして。こっちから行けるんかと思った、行けんわ。どこだ、どこだ。どこから降りればいいんだ。普通にここから降りて、うわ、びっくりした。虫が旅立つのにもびっくりする。ほんと、こっちには行けない。まあ、一回海渡ってきたけんね。また海を渡ってどこか行くんかな？よし。じゃあちょっとお着替えしますか。マリンスーツ。こっち側から行けるところは、もう全部行ったね。ってことは、あと右側か。あ、ここ泳げんところやった。よし。ということで、ちょっとこっちの方に、また戻ります。これ右側行けるところあったっけ？行けんけんこっちに来たんじゃなかったっけ？あれ違った？あっち側、あ、なんか、もしかして跳ねていける感じかな。
アイカちゃん。お母さん大好き。相変わらずのアイカちゃん。お母さん大好き。何あれ、なんかいっぱい頭が。普通に走れ渡っていけるっぽいね。じゃあちょっと着替えとくか。どれかと思った、これね。うんうん。浜辺は、あ、ここにも赤い靴。この子は一体何なんだ？マイル旅行券。この、なんかめっちゃ、崇拝されてるっぽかったやん。あのアイドルに会いに行くためのチケットみたいな感じかな。周りの。んっと？こっちには別に何もない。この大量の首は一体、何かを表現しとんかな、これ。え、何？原人の骨みたいなのが、なんか骨めっちゃいっぱいあるんやけど。何？何の骨なの、一体。なんか水辺に、水辺というか水の上に、めっちゃいっぱい傘が。そして、ちょ、お邪魔します。青い花に囲まれた。ん？暗い。そして何か、実験をしている感じか、ここは。何あれ？なんかめっちゃハッピーな感じの。何あれ？誰のサイン？めっちゃハッピーな感じのなんか、ファックスが届いとんやけど。ほい、左の部屋へ。さっきのファックスもなんかカエルの絵が描いてあった。で、ここにもなんかカエルの写真が4つ。ん？カエルを何かしら実験台にしとるってこと？ほら、なんか、住民じゃない普通の生き物のカエルがここに。なんだなんだ？カエルの実験場？はい、そして、右側の部屋へ。カエルだけじゃない。見て。タコ、鳥。そしてなんか一つバッタ？イナゴかな。まあ、虫の。なんかいろんな生物を実験台にしてるっぽいね。お、うま。クワガタの絵描いてる。あのムカデも実験材料かな。何の実験が行われようやろ。はい、そして、2階へ。2階にはな、オタマジャクシがいっぱい。やっぱカエルをメインにしとるんかな？実験は。あ、もしかしてこの横のやつってカエルの卵をイメージしとるとかそういう感じ？かな？はい、そして、地下へ。これはメンダコちゃんじゃない？かわいい。え、これ村人のポスターとかもゲットできるわけ？え、すげえ。ん？カエル？これは、成長段階が乗っとるってことかな、これ。でもこれは？人。人は、骨に。そして、オタマジャクシはカエルに。そしてカエルはこういう二足歩行になっていくという進化の段階を表したのかな。この真ん中のやつこれ何？テスラコイルとかじゃないよね別に。なんなんやろ。何の実験だ？はい、お邪魔しましたー。そして奥の、この傘がいっぱいある。ん？びっくりした。カミツキガメ？大量のカミツキガメ。ここは、何？ハエがいっぱいいるんですけど、料理を提供しているんじゃないの？なんかフライパンごと置かれているけども。なんだ？何なんだ？めっちゃなんかミキサー回りよるけど、外で。そして大量の、じょうろ。え、なんか虫がいっぱいいるんだけど何？
真ん中にはフラミンゴ。え、ねえ、せっかく洗濯物干してるのにシャワーでめっちゃ濡らしよりやん。何、何してるの？そして大量のアヒルたち。家は、ここは全部住民の家ってことか。ここはカエルたちが住んどるってことかな？水、水の中。やけん、濡れてもあんまり気にしないみたいな。干す意味あるんかな。風呂、ん？フロッギービレッジってこと？ランク D。カエルってことかな？フロッ。なんかすごい可愛い空間なんやけど、ここ。え、でも何？洗濯機の上にミキサーが乗ってるんだけど、どういう状態？あ、そしてこれも、ね、さっきのなんか、ホラー村コレクターの、ホラー村コレクターのところにあった、え、この女の子。行方不明になってるとかかな？ノイジービレッジランク A。ノイジービレッジ、あ、ここで見てもわかるわ、SOS。え、こういう感じで書いてるやつさ、こんな細くてもめっちゃ綺麗に載っとんやね、マップに。すご。へぇ。SOS。これ誰からの SOS なんやろ？お母さん大好き。ん？さっき上にいた愛花ちゃん？同じ愛花ちゃん？なんかさ、いろいろ書いてある、その、なんとかビレッジ、なんとかビレッジっていうのは実際にある村？なんかな。おう。なんか向こう側にさ、あの一番右にこの女の子歩いてなかった？ねえ、さっきなんか歩きよったよね。ちょい待って、めっちゃ気になるんだが。どこから行けるんだい？あ、ほら、カエル。このエリアなんか不気味やけど可愛いんやけど。ピンクだらけやけんかな。私の大好きな世界って感じ。ほう。すごい、めっちゃピンク。ちょっと興奮してしまった。めっちゃピンクやん。素晴らしきピンクの世界やね。あ、ほら、この子。もう歌わないで。なぜ壁の中に入れてくれないの？ん？どうしたの？壁の中？もう歌わないで。どういうこと？壁の中とは。なんかクマちゃんたちの身体測定があるよ。で、この部屋。ちょっとお家の中入れてね。お邪魔します。これあの女の子やんね。うんうん。もう歌わないで。どういうことなんやろ。でもすごいなんか音楽が好きっていう感じやけど。なんだ？え、てかすごいな、これ何？こういう感じで飾れるん。え？何？この家具。この中に飾ってあるやつは、え？中に飾れるような家具もあるん。もともとセットされとる？違うよね。なんなんやろ。どうして壁の中に入れてくれないのってどういうことなんやろ。壁の中って、この子からした壁の中っていうのは、あの SOS が書かれてあったところってことかな。でもしかしてここがノイジー村？なんかめっちゃいっぱい、プレイヤー置いとるけど。そしてミキサーで音がめっちゃ鳴りよるけど。でもう歌わないで。どうして壁の中に入れてくれないの？壁の中。壁の中がこの SOS って書かれた、あの壁の中ということよね。なんなんやろう。きっと何かしら、深いストーリーがあるんだろうなと思いつつ、ちょっと私には全くわからないんだが。でもすごいなんか不思議な感じの世界観よね。相変わらずの。が、飛び盛りの頃の、アイカ村もまあ私の、どうも。次はムカデの住民を作る。ムカデの住民？あ、あの実験、
実験しよったやつって、動物を住人にして生きよるっていうことか。あ、なるほど、それでムカデ置いとったね。ムカデ置いとって、なるほど、順番待ちってことか。次に使うのがあのムカデ。バッタ系住民ってどんなんだ？ね。あ、なるほどね。それぞれ下に置かれとったやつが、あの上のポスターみたいな住人に変わっていくということなんか。なるほど、なるほど。そういうことね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月24日、水曜日の午前10時31分です。今日は特にお知らせはありませんが、昨日は故郷の家族とビデオチャットしたんですが、父も母も元気そうで安心しました。あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。個人的なお話率の方が高いけどね。では、本日も楽しい一日になりますように。ということで、今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金、13,001ベルを口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。見て見て、いちごの帽子かぶった。この帽子気に入ったんよね、かわいいけん。お、モニカちゃん。アイナちゃん、聞いて聞いて。この前お買い物に行ったら、可愛いペンケースを見つけてつい買っちゃったんだ。思いきつ散財しちゃった。アイナちゃんは衝動買いってしたことある？買い物好きなモニカ。ペンケース、散財っていうほどでもなくない？ウェイウェイ、久しぶりじゃん？どうも、イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。あはは、今の笑うところなんだけど、君やっぱクールだね。俺は魚取る出会いを求めて、相変わらずいろんな島を飛び回ってるよ。状態のいい魚を手に入れるには、釣り上手な人に売ってもらうのが一番確率だからね。ここだけの話、釣りを取り巻く環境って毎日変わるから、クオリティを保つの結構大変でさ。同じ人でも買い取り前には毎回釣りの腕前を確かめさせてもらってんだ。釣りの腕前チェックに合格したら、君の魚も高く買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてくれ。あと、コレクター向けに作ってるオリジナルグッズとかもあるからさ、興味あったら声かけてよ。腕前チェック。あれだよね、レックスはさ、そのまま買い取ってくれるけど、ジャスティンのこの腕前チェックがね、毎回毎回ちょっとめんどくさいなと。ね。めんどくさいなと思いつつ、あるんだ。あ、いたいた。ウェイウェイ、どういう調子は？あれ、君もう大きめの魚を3匹連続で釣ったんじゃない？うん、間違いない。何を見てるんだろうか、あれは。ぼやっと見える？いや、わからんな。ってことは、ウェイ、腕前チェック合格。なんかスマホケースどんな感じかよくわからん。魚っぽかった？早速だけど、何か魚を買い取ろうか。君の魚なら何でもプレミアム価格で買い取らせてもらうよ。お願いします。オッケー、じゃあ売りたい魚を見せて。はい。タイとティラピアとスズキ2匹。どうぞ。あ、一匹じゃないんだね。全部まとめて。6,900ブリでどう？結構、いいね。売ります。ありがとう。サンキュー。また利用してね。あ、アイラくんだ。お話ししよう。こんなに雲が多いと、なんだか空も元気がなさそうに見えるね。僕の元気を分けてあげようかな、弟子。かわいい。かわいいことを言うな。あれよね、なんか、動物さ、服あげたらその場で着替えてくれたりするっていうのを聞いたんやけど、ちょっと私、そういえば、今まで服一回もあげたことないんかな。じゃあ、絶対さ、アンチョビ、アンチョビね、オーバーオールっぽいの似合うと思うよ。ちょっとあげようと思う。あ、ツンドラさんやん。今出てきたんかな。おはよう。朝から会えるなんて嬉しいわ。なのだわ。おしゃべりしよう。あいにくの曇り空ね。この後の天気、どうなのかしら。なのだわ。まあ、でも雨じゃないけんね。夜雨降りよったんよね、あつ森。あ、ごめん。つっついた。あら、おはようございます。一日の始まりは挨拶からですね、ダフン。
お話しして。今日も一日張り切っていきましょう、タフン。お、アイスを持っている。気づかんかった。それはちゃんと子供にもあげるんですかね。当然ながら。お、アンチョビアンチョビー。やあ、今日は僕に注文って感じなんだね、弟子。これいらない？ん？僕何かもらえちゃうの？弟子。あげるあげる。このチロリアンなオーバーオール。もしかしてこれ、チロリアンなオーバーオール？いいものもらっちゃった。早速着替えちゃおうっと。僕が来たらどうなるかな？ほら、似合う。いいね。どう？似合ってる？僕この色とっても気に入ってよ。本当にありがとう、弟子。好きな色とかもあったりするんかな、住人。ただでもらうのも悪いから、819ベルを渡すよ。お礼だと思ってもらってね、弟子。結構高くない？そんなするんやっけ、オーバーオール。え、ね、なんかね、より一層お坊ちゃま感が強くなったことない。可愛いんやけど。いいね、いいね。あれや、今後他の子たちも色々と服装を変えていきたい。可愛い服を着せたい。ね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速。夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。おし。はい、白鳳島に到着。やってきたよ、やってきたよ。うん、いきなりの滝が。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、白鳳という島に目を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都の白鳳島をご堪能くださいまし。この白鳳島はね、ベネチアとか鎌倉、江ノ島、天の川をモチーフにして作っているらしい。あ、すごい！見てこれ！周りめっちゃ囲まれとる。周りめっちゃ囲まれとる滝で、すごい！かっこいいね。あ、虹かかっとるやん。綺麗。うちのね、アイナ島も、一回だけかかったことがある。こういう使い方が、この下の。あ、これ、前出坂？ぽいね、ぽいね。まあ、入り口入ってすぐのところに、なぜダイオウグソクムシが。広場がありまして。あ、かわいい。服装もともとこういう服装？違うかな。ティーナちゃん。あら、もしかしてお客様ですか？ちょっと寝起きのぼんやりした頭で何もおもてなしできませんが、ぜひ楽しんでいってくださいね。ほっ。ほっ。あとね、なんかこの島は、青い家がね、特徴的らしくって。あ、この辺めっちゃすごくない？ちょ、待って。どの辺から見ればいいかな？この辺りから？これやばくない？めっちゃ街並みって感じ。超街並みって感じじゃない？すごいよね。え、これは？あ、なるほど。え、ってことは、これ、あ、なるほど。崖の上にパネル置いてそういう感じに見せたんや。すごーい。ね、やばくない？ね、この水辺の、あ、これもしかして船に見立てとるってことかな？ぽいよね。すごー。え、これソリやろ？え、すごい。そういう見立て方が。かっこいい。で、これが街並みで、で、こっちの方入ってきたらね、ちょっとした商店が並んでいるという。やばいな。ほら。あ、ここでちょっと演奏が。なにこれ、こんなかっこいい感じにできるん、ピアノって。これ、前でさ、こういうデザインのがもともとあるんかな。そしてほら、ちょっとしたカフェ。あ、パンがいっぱい並んどるよ。びっくりした、なんかと思った。リメイクキット。あ、これって中でちゃんとピザ焼かれようやね。へぇー。あ、すごい、奥にもちゃんと、ほら、ビルがあって、そういう街並みっていう感じに見えるようになっとんやね。すごい。かっこいいね。絶対こんな風にできんねえけど。あ、待って待って、あっちの街並みをもうちょっと見たい。こっちのちょっと、小さな商店みたいな感じのとこ。ね。まあ、多分エリアごとに色々と割られとんやと思うけど、ここは、あれよね。ベネチアエリアということよね、きっと。
ベネチアってあれよね、水の都、間違ったっけ、水の都よね確か。ほらこの辺にもいいねいいね、めっちゃ綺麗な街並み。あ、そしてここにエイブルシスターズ。やっぱこの店の元々のこういうね、公共施設の位置とかもさ、え、これ見て中に小人おるな、逃げに。なんか公共施設とかの位置も自分で決めれるけん、いい感じに組み込んどるよね。すごい。あ、植物屋さん？へぇー。あー、浜辺もめっちゃオシャレな感じにできとる、すごい。浜辺にこんな前で座を使ってね。ごめんよ、パッチ。ここでは果物が売られている。ほうほうほう。なんかあれだよね、どこもかしこも綺麗な感じなんよね。通れんかった。そこは通れなかったわ。ベネチア。もちろん行ったことはないんやけど。あ、綺麗！え、めっちゃ綺麗！何これ？これは砂なんかな？星の砂的な感じ？すごいね。え、ここで何？絵を描き寄るっていうことなんかな？展示？すごい。なんかすごい絵になるよね。普通になんか並べとるだけなんやけど、めちゃくちゃ絵になるよね。あ、そしてここで休憩ができると、浜辺でね。これあれやっけ？カメハメハ大王やっけ？なんか、習ったよね。習ったというか、幼稚園ぐらいの時に歌を習った。あと、小学校の時のさ、あの、歯磨きタイムの音楽がね、そうやったよね。なぜって感じやけど。ここはなんか、普通に、日本の古き良き景色。いいなぁ。いいなぁ。自販機ピンクとかあるやん。なんか横にハート書かれてるし。へぇ。いろんな色があるよね。ラーメンの屋台。すごい。こっちは？なんて書いとんやろ。ビールかな？うさビールって書いてる？違うかもしれん。ここ何屋さんやろ。なんかセールが置かれとるってことは。中華まんとかそういう感じ？あ、で、こっちには狸商店が。やっぱりね、これが、アパートじゃないわ。デパートとかになるわけじゃないけんね。こういう景色に組み込んだ方が綺麗な感じに見えるんかな。あ、フルーツジュース。良きだね。ねえ、びっくりした。なんかと思った、ムカデがおる。あ、え、このテーブルセットめっちゃ綺麗。いいな。この色のが欲しい。うちなんかめっちゃ普通にさ、白と青のラインのやつしかないんやけど。超シンプルなやつ。あ、こっちに持ってやんのかで、気づかんかった。待って、なんで海藻がこんなところに落ちてるんだ？なぜ落ちてるんだろうか。なんか奥に、図書スペースない向こう側なんかな。あ、こういうのね。店の前とかに置いてあるよね、ガムボール。こっちは？あ、普通に。一軒家の裏側って感じかな。なんかすごい広々とした空間に。あれは？トムソンさん？あ、こっちの奥には行けないのね。なるほど。ここはどこ？鎌倉？私その鎌倉っていうのがどういう感じなんかがよくわからんくって。あの、教科書とかで見たことはあるんやけど。いいね。こういう自然な。なんか綺麗。この二段になった感じ。滝が。なんかどこを切り取っても絵になる。何？こういうさ、なんて言うやろ。雑草の生やし方一つ取ってもすごいよね。私なんかひたすら綺麗にするっていうことしか頭にないけど。お、綺麗ここ。見て見て。え、だってこれ、マイレザで作った池ってことやろ？すごいな。ほら、ちゃんとなんか鯉とかがおるような感じになっとるよ。言葉にならない、すごい。ここは入り口のところか。うん、島になってからこう、どういう感じで回っていけばいいのかがよくわからなく。こっち側行ってないんよね。あれ、こっち側行った、こっちがベネチアエリアか。待って、どうやって行くんだ？マップマップ。あ、橋がかかっとんよね、あっちに。渡ってきたところかな。こっちから行けるってことか？
違うな、こっち滝やったね。待って、迷子になる私。やばい、島になってから迷子になるよ。とりあえずこっち行って、どこだ？ほんと？こっち側に橋がかかったのかな？あ！え？なに？どうやって行くんだ？なんか段差になったんやけど、あ、ここから降りるのか。あ、すごい！この辺から青いエリアや。ほら。青い世界が広がっている。花も含めて。絵とかもちゃんと青で統一しとんやね。なんか統一感あるところで、あ、こっちからも来れるんやね。ベネチアエリアやろ、あっこ。あ、で、ここで、おしゃれにしつつ、作業台があるという。あー、めっちゃいい！超良くない？ちょっとこっち向いてこっち向いて座ってくれないのか。こっち向いては座ってくれないのか。なるほどね。青いアジサイで。うわー、すごーい。なにこれ、同じゲームをしているとは思えないんだけども。あ、待って。青いエリアはここから見える位置だけということか。うわー、すごー。こんだけさ、同じ色のものばっかり集めるのって絶対大変やと思うんやけど。ほら、干されてる洗濯物まで青。はい、それじゃあお邪魔しまーす。あ、家の中はちょっと薄めの水色で統一される感じ？すごーい。綺麗だな。水色系ってすごい清潔感ある感じするよね。こうなんか水色と白で。なんなの？ペットはカミツキガメなの？個性的なペット。いいなぁ。全然こんな色の家具ないんやけど、私。この、あの壁掛け時計だけは一緒。はい、それじゃあ、左の部屋へ。おぉ、こっちは、濃い青。あ、ちゃんとパチャパチャ言うんやね、これ。なるほど。これは何？何の魚やろ？釣ったことあるかな、私。いいね、なんか。まあ、こういう、何？中華系のベッドって、なんか知らんけど、真ん中にあるイメージはある。何やろ？映画とかでそういう感じなんかな。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥はなんか、めっちゃキュートな感じ。え、これって、クマの顔に花柄とかあるんや。へぇ。あ、顔だけじゃないんやね。体全体もか。柄がついとってさらに服着とるっていう感じ？そういう感じなのか。見て、なんかめっちゃ設計図が。ちゃんとこういうのって上にあるんやね。この色初めて見たな。あ、周りは雲が流れているやつやね。多分私この壁紙持ってたはず。こんな感じで活用はできないけども。そして右側の部屋へ。お、右側はすごい、シャワー2つついてる。お風呂、え、お風呂こっちにもあるやん。こっちは水風呂？プール？あ、見てこれ、休める場所もあったかと思えばテレビもある。豪邸だな。え、なにこれ、なにこれ、この壁氷？すごい、こんな壁あるんや。ええー。全然そんなのないな。あ、てかあれいいね。なんかあっこからさ、あっこの口から出そうな感じを醸し出しとるやん。あのライオン。はい、そして、あ、こっちからはいけなかった。はい、そして、2階へ。うん、2階は子供部屋？すごいなんかごちゃごちゃした感じ。なんか右側と左側で全然違う。あれかな？兄弟なんかな？こっちがなんか男の子で、こっちは女の子。女の子のスペースはなんか、ぬいぐるみで圧迫されているけども。ね、かわいい感じ。あ、すごい、OK モーターそのやつ。ここに組み込まれとる。他のゲームたちと共に。いいね、いいね。あ、これ、めっちゃなんか、かっこいい色やん。え、これ、母からのぬいぐるみよね。多分。あ、でも、こっち側に置いとる靴とかも、女の子もねやな。
両極端な趣味があるということだろうか。まあ私もそうやってけど小さい時奇世界系の人形も持っとればトミカとかも持っとるっていうね。お、地下はちょっとかっこいいスモークが立ち込めている。バーかな。見てこれアイスや。これはきっとガリガリくん違うかもしれんけど。あ、でもガリガリくんはもっと四角いか。見て、そしてなんかここに紛れて地下系住民二人いいねいいね。すごいおしゃれ。やっぱこういう、おーびっくりした。こういう空間はやっぱりごちゃごちゃした壁紙の方がいいんかな。かっこいい感じするよね。すっきりしとってもなんか物足りん感があるかな。お邪魔しました。なんかすごいよね、この青いエリア。家の中もすべての部屋が水色、まあ、青系統一されとったやん。やばいね。なんか一個一個の部屋別々のテーマにしてるとかよく見るけど、家全体が同じテーマで統一されてるって、すごい。見て、向こうの方になんか、五重の塔があるよ。すごーい。あっちかな、鎌倉エリア。鎌倉なんかさ、大仏とか、そういう和のイメージがある。あ、ここ、あれやん。天の川エリアじゃない？あ、この景色、良き。どうも。メガネ持ちの王さん。あつ森。メガネ持ちの魚っていうのはあの、魚の名前なんかな。一応ね、この島を作った方でデザイナーさんらしいんだけど、やばいよね。こういうところにも活かされるものなんだな、やっぱり。まあ、センスがないとできんもんね、そんなこと。やばい。待って、思いっきり川。あ、でも、ここに橋があるということは通ってきてよかったのか。なるほどね。やばいね。こんな感じにできるものなんだな。うわー、かっこいい。え、だってさ、ツイッター上でね、その画像を見ただけでも、すごって思ったもん。やばいよね。ほんと、同じゲームではない。同じゲームではない。ここが、まあ、天の川エリアと。ひえ、素敵だな。ね、あの五重の塔はさ、普通に何？自分で作る感じ？クラフト？のね、だって公共施設というか、マイル交換のところにはないもんね。お。いい感じに、石碑が立っている。なんかこういう、なんやろう、崖にこんな風に綺麗に配置ができないんだが、私は崖には何も配置していない。へへ。すごい！見て、ここ。あ、ここがあれやね。江ノ島エリアってことか。あれよ。江ノ島とか行ったことないけど、江ノ電って聞いたことあるもん。ほら、この電車。いいね、なんか、街や。ジオラマがここに。すごい。そして向こうにうっすらと虹が見えとるのがまたさらにいい。ね。綺麗だなぁ。こんな感じに私もできればいいのに。あ、この辺はあれか。まだ出来上がってないですよっていうことかな。いやね。まだまだこんなに余白があるということは、これからさらに綺麗なエリアが出来上がっていくということやろ？うわ、やばいな。やばいな。見て見て、これこういう感じでや、毎度でやってるってことはさ、やっぱり、あつ森にはお寿司は出てきてないってことよね。なんでなくしたんやろ。絶対和風エリアにいると思うんだ。だって私、飛び森の時にさ、村巡りしよって、お寿司めちゃくちゃ活用されてたもん。なんでなくしたんやろ。ね。不思議な感じだわ。やっぱ橋から見える風景いいっすね。いいっすね。誰やねんって感じやけど。すべての場所が素敵すぎた。待って、ちゃんと全部行けた私。ん？あっちの奥にもなんか家があるね。どこから渡っていくのあれは。ちょいと待ってくださいまし。え、私2軒行ってないよね。1軒しか行ってないよね。え、行った？あ、ここから渡っていくんかな？ちょ、待って。もう自分が何軒家に行ったのかも分かってない。だってさ、これ、
まあ、集まりになって、島全体を、こうやって行けるようになってさ、あれやん。思うんやけど、確実に、なんかあのエリア行ってなくない？あっこに渡っていけるっていうことよね。家よりはるかに、こう、島全体、周りを見て歩くことの方が増えた気がするんよね。え、どうやって行くの？うぃ、通れねえ。こっちか。あ、行ける。なるほど。こっから渡っていくと。結構みんなこうやって飛んでいく感じの多いね。こっちのはなんか、赤い。チューリップや、チューリップ。いいね、いいね。あ、この斜めの道。ここはチャペル？めっちゃ素敵。よき。何あの奥の。あ、あれか、オルガンか？オルガンの前に、多分パネル置いとんや。いいね、綺麗。ほら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 、こういう感じ。ここで、誓うんすね。永遠の愛を。ほんと、まだどっか行けるところが。なんだなんだなんだ？どこからどう行けばいいんだ？思うんやけどさ、迷子にならん？みんな迷子にならん？ここはちょっとしたカフェ？あ、あっち側に行けるね。ほらほら、こっち。あ、あっこから登れるんや。おー。なるほど。こういう高いところ、見晴らしのいいところで。いいな、リンゴの木もなんかすごい絵になるもんな。全部込みで絵になるもんな。あ、こっち渡っていけるんやね。ほっ。そして、ここぐるっと回るんかな。あ、なるほど、こっちキャンプ場や。へぇー。アヒルとかカモとかいっぱいあるよ。ほら、ここがキャンプ場。あ、すごい、なんかキノコがいっぱい生えとる。え、これかわいい。え、めっちゃかわいい、これ。いいね。なんかちゃんと犬とかに見えるやん。今までなんかパステルチックなのとかさ、ちょっとビビッドな感じの色のは多かったけど、リアルな感じの色のってなかった。あ、ここは何？小人たちが暮らしてるのね。いいな。やっぱ小人使ったらいい感じに世界広がるよね。で、こっちから回れると。ん？回って帰ってきたんか、こっち。ここから行けるんかな？え？どうやって行くんだ、ここ。こう？行けなくない？どうやって行くんすか？ね。え？行けなくないっすか？行ける？これ。待って。地図、地図。え？何？どうやって行くのこれ？上から飛ぶの？違う。え？行けない。何？どうやって行くんだこれ。行けないんですが。あ、こっちからもしかして。え、違うね。え？違わない？ちょっと待って。あの上に上がりたい。あ、ここから。違う。あれ？戻ってきた。あれ？待って。どうやって行くのあれ、こう。え、行けるよね。え、もしや、行けないんすか？え？何ここ？プライベートビーチか。なんかちょっとしたスペースがあった。え、待って、行けんくない？ここの上。え、どうやって行くの？行けないの？もしや、行けないの？え？え、だってこっち側を、こっちに、行けなかった。行けなかった。え？何？どうやって行くんだ？行けないの？これはあえてつぼみにしとるってことかな？行ける場所がない。あれかな？まあ、多分、本人はさ、はしごとか使って登っていけるんやろうなとは思うんやけど。え？行けないっすよね。え、やっぱ、行けないっすよね。なんてこと。なんてこと。へぇ、結構うろうろしてみたけど行けそうにない。え、あれやろ？その辺に、持ち物とかないもんね。なんかその辺にさ、はしご置いとったりとかする？それはないかな。ない。ない。なるほどね。まあ、行けない場所ということなんだろうかね。まあ、すべての場所が行けるわけではないか。うんうん。これ何？落とし物？
旅人のリュック、ああいう形で置いとくこともできるん。え、通れなく、え、あれ通れなく、あ、びっくりしたわ、通れなくなったんかと思った。焦ったー。よし、ということで戻っていきましょう。またいろいろと景色を堪能しつつ、いやー、いいね、綺麗だったね。まあ、あと帰るのはもうあっという間やろ。オッケー。え？こっちか。こっちか、広場は。お、違う、こっちか。左側よね。あ、ここ抜けて、あ、こっちから来た。ここや、ここ。はい、入り口の広場に到着。ふぅ、やっと帰ってきたぜ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月25日、木曜日の午前 9時58分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日のお料理番組、どなたかご覧になりました？あの特製肉じゃが、本当に美味しそうでした。私も近々作ってみるつもりです。お、いいね、肉じゃが。もうずっと食べてないけど。あ、私言ったら個人的なテレビの感想なんて、すみません。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。めっちゃ雨だ。すごいな、バラがやばいね。スマホが鳴っている。もしもし、こちらはたぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金12,884ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。めっちゃ爽やかな格好をしてるけども、結構な雨だね。え、現実でもね、今日はね、結構雨降ってるんだな。今日はあっという間に見つかった。これを拾った運命の人へ。いつものダンスレッスンで超テンション上がってる時に、ふと DIY のレシピを思いついたの。独り占めするのはもったいないから、瓶に詰めて拡散。作ったらみんなに自慢して。運命感じた？タンタンより。パンダか。ハンギングテラリウム。ハンギングテラリウム？どんな感じ？絶対可愛いと思う。これや、かわいい、いいね、いいね、ハンギングテラリウム、よきよき。雑草もいっぱい私、収納のとこに持っとるし、鉄鉱石もある、よき。飾ろうっと。やっほー。あら、ごきげんようなのだわ。おしゃべりしよう。今日のアイラ島も素敵ね。潮の香りで心が満たされるわ、なのだわ。なんでバッタは普通に飛びよんやろうね。蝶々とかは全く飛び寄らんというのに、雨の時。お、レイジ。アイナさんいらっしゃい。今日も来てくれてありがとね。今日のおすすめはアジサイだよ。あ、そっか、アジサイ。ちょうど今の季節に綺麗なお花を咲かせるから、ぜひ植えてみてね。それで今日はどんなご用？あー、じゃあ買おうかな。今日はこんなないや種を持ってきたよ。かわいい。アジサイ。じゃ、ちょっと5個ずつぐらい、買いましょうかね。はい、買います。わーい、ありがとう。いえいえ。この辺は季節が過ぎたら普通になんかさ、そのまんまこう掘り起こして持っておくことはできるのかしら。それやったらね、ちょいちょいこう、植え替えてとかしたら綺麗そうやけど、そん時そん時やり直さんといかんのかな、全部。まあ、確かに今ただの草やもんね。ただの葉っぱの塊って感じ。それじゃあちょっと一旦たぬき商店で売りさばいてきます。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。どうもどうも。あいなさんいらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？
とりあえず今日の株価は？ただいまの株価、おー、130ベル結構上がったね。でもまあ今日がまだ木曜日。粘るか？他にも何かお伺いいたしましょうか？しようか。とりあえず買い取りで、じゃ化石を。この化石3つほどをお願いします。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計6000ベルのお買い取りでいかがでしょうか？売っちゃいます。ありがとうございました。マスター。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。よし、オッケー。今回は特に、ないね。なんか、持っとるもんがいっぱいって感じ。ありがとうございました。マスター。おいし、それじゃあ。ね、こんなさ、こんなところ絶対動物入れんくない？え、確実にもっとみんなでかいよね。今日はみんなあれ？在宅率が高いっすね。雨だから？そういうのもあるんかな？あ、遊びに来とるシャンティ。やっほー。まあ、あなたもカジローさんに会いに来たの？私たち気が合うわね。だってば。話しに来たよ。アイナさんもカジローさんのお家によく遊びに来るの？だってば。まあ、ちょいちょい、何回か、DIY のレシピをもらったりはしたかな。遊びに来てくれてありがとな。今日は他のダチも来てんだが、気にせずのんびりしてってくれ。き。おしゃべりしよう。なんかみんなの交友関係がいまいちよくわからない。でもシャンティがいろんな子の家に行きよるのはなんかわかった。一番なんかフレンドリーな感じなんかな。前あれよね。誰やった？ルーシーのとこにおったよね。自然の中に身を置いて満天の星を眺めながら料理を作るのもキャンプの粋な楽しみ方だけどよ。ランタンがあればもっと楽しみ方の幅が広がる気がしてな。ただの気のせいかもしんねえけど。き。いや、ランタンがあるのはいいことだと思うよ。私が持っとるのはなんか、オレンジかなんかのランタンやった気がする。ニコニコだな。超ニコニコだな。ジロジロ見られてるのはどうも落ち着かねえもんだが、好きなだけゆっくりしてってくれ。ゆっくりしてってくれ。びっくりした。なんか手が一個多いかと思った。ふっ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、そっか、調べるんじゃない、寝るんだ。このまま眠りにつこうかな。眠りまーす。すや。いいね、いいね。おー、到着ー。やったね。あ、もうすでにかわいい。旗が。さあ、目を開けてくださいな。あれ？なんか、マイデザのやつがあるね。あ、あれで持って帰るってことか。あなたは今、カナヘイノという島の 夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都のカナヘイノの島をご堪能くださいまし。ってことは、あれがないところは、マイデザを持って帰れない島ということかな。はい、ってことで、カナヘイノ島に到着。もう、めっちゃね、私、ツイートとかもすごい見よったんよ、カナヘイさん。あつ森もやりよると思って。やっと来られた。カナヘイチショップ。あ、これはこの先ということ？おー、すごい！かわいい！かわいい、かわいいよー。めっちゃかわいいよー。いいね。そう、なんかね、ピスケとウサギいっぱいの島になっとるらしくって。あー、もう、お、服まで。帽子も、かわいい。どうぞごゆっくり。カナヘイさん。あは、見てこれ。綺麗に描いとるウサギと、ちょっとヘタッピなウサギ。めっちゃかわいいんですけど。超かわいいんですけど。うわー。いいね、いいね。めっちゃ、かわいい。グッズ売り場ですか？おじさん、売り子さんかな？待って、なんか裏に。あは、見てこれ。なんか崖？崖というか、崖か？の上にもほら、ピスケとウサギあるよ。あ、そしてこの裏には、なにここで絵を描いてるのか？でもなんかボツになった作品もいっぱいあるっぽい。なにこれ、なんか、ウサギが向こう側から、
覗いているかのような。そしてここ、見て、ハンモック。かわいい。ハンモックもこういう感じにできるんやね。あー、かわいすぎか。かわいすぎか。で、あの滝の使い方もめっちゃいい感じやんね。ふわー、綺麗だわー。そして、ここがお家。ちょっと入らせてくださいまし。あー、いい。ピンク。超ピンク。いいなー。お邪魔します。ウェルカム。うわ、すげえ。カナヘイズショップ。え、素晴らしくない？え？圧巻。やばい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 。え、すごいね。え、すごいな。やば。あのパネルを使ったらもう一発でグッズショップって感じやんね。すごい。あ、見て、作りかけのパズルも。へぇー。ピスケルームって書いてる向こう。へぇー。お邪魔します。お、すごい。いいね、いいね。え、見て、この真ん中にもなんか下手っぴなウサギが。あ、書いてる。え、でもいっぱい書いてるけど、いっぱい下手っぴなやつ。見てこれ。ドラム。下の部分から覗き寄る感じになってる。かわいい。大量。大量旗とかあるんやね。初めて知った。素晴らしき。いいね。これお客さんなんかな。かわいい。そしてこっちがうさぎルーム。この人かな？お店のおじさん。はい、うさぎルームにも入っていきます。なんかこっちかっこいい感じの雰囲気や、めっちゃ。ねえ、すごい。雰囲気が違う、ピスケの部屋と。あ、いいな、この、え、これ多分、え？この、ロフトベッドは、いや、色普通に、木の色か。いや、ピンクや。かわいい。いいな、やっぱピンク系の家具めっちゃ集めたんやろうな。理想的。超理想的。え、待って、これ可愛くない？これベンチよね。え、めっちゃ可愛いんやけど。こういうベンチ、公園に置きたい。かわいい。そして、奥の部屋へ。おー、いいね。あ、ここで服仕立てたりとかしよるってこと？すごい。私このね、かなへいさんのさ、このピンクいっぱいと、パステルチックいっぱいなのがめちゃくちゃ好きなんよね。超可愛いんよね。これねんねん猫じゃない？めっちゃ可愛いんですけど。いいね。なにこれ？背中向きや。超可愛い。もうすべてにおいて可愛い。ね。いいな、いいな。私ね、LINE の絵文字でもさ、かなへいさんの絵文字めちゃくちゃ使いよんよね。超可愛いよ。ちょうどあの、ピスケとウサギの絵文字を使っている。う、そして2階へ。2階はカフェだね。すごーい。てかこのマットさ、めっちゃ可愛いんよね。超可愛いんよね、なんか。あの、ウェルカムとの組み合わせ方もすごい良かったよね。ウェルカム単体でもおしゃれと思いよったけど、そういう使い方があるのかって感じ。あー、いいなぁ。いいなぁ。かわいい。すべてにおいて、え、窯もこういうパステルチックな色があるん。へぇー。濃い色のやつしか知らんねやけど。かわいい。びっくり顔のおじさん。よき。なんかさ、ちょっと前に期間限定の、かなへいカフェみたいなのなかったっけ、どっかに。めっちゃ行きたい。はい、そして、地下へ。お、地下は、事務所的な感じやんね。お、なんか、これ何？お菓子売りよりやつや。なんかちょっと一箇所雑になっとるところとかリアルな感じやんね。あ、なんかこういうのさ、めっちゃすごくない？この壁にかかってる。
服たち？いやー、素晴らしい。めっちゃ素晴らしい。かわいい。この一番下のさ、ミントカラーのピスケのやつかわいい。この帽子。よき。いいね、いいね。ここに座って撮影ができるってことかな。でも周りの座布団までしかたどり着けんかったけど。めっちゃかわいい。これは光の具合でこんな感じになっとるってことか、奥。すごいね、いいね。あ、見てこれ、パソコンの画面とかもできるんや。これペスケとウサギやろ？なんか、うわ、二段ベッドも。すごい。あ、もう、すべてがカナヘイワールドなわけだね。え、すごいな、かわいい。このちょいちょい出てくる下手くそなやつ。ヘッドアッピーなやつ。かわいいよー。いいね。そして、至るところから覗いているウサギ。ロッカーからも覗きよる。これなんよね。いろんなところに、いろんなところにマイレザーが使えるんやね。すご。はい、お邪魔しましたびっくりした。びっくりした。でもなんかあの髪型おしゃれやんね。てか、全身、色味とかもめちゃくちゃいい。あ、すごい、見てこれ。普通にさ、エイブルシスターズなんやけど、外にちゃんと、自分の服を売っている。なるほど。エイブルシスターズでも展開しているのね。かなへいさんのグッズは。あ、ここ、ガソリンスタンド？すごい。ね。ちゃんとこういうところが、ガソリンスタンドに三輪車止まってるよ。どうも、プースケ。あれ？見たことない子だね。この島は素敵なところが多いから、ゆっくりしていくといいよ。プー。プープー。かわいい。あ、浜辺でものんびりゆったりと。あ、ここがキャンプ場なんやね。あ、こういう感じいいかも。なんか丸太のベンチの上に、ギター。めっちゃオシャレやん。そして外にこういう風にね、ゆっくりとできる場所。なんか横にカミツキガメおるんやけど。え、怖。え、なんかここめっちゃいい。何ここ。何ここ。触れ合い広場みたいな感じ。なんかカミツキガメに襲われてない？いや、笑顔やけ、餌やりよんかな。かわいい。これ、シマウマ柄とかあるんや。へぇー。なんか私もね、今日初めて、このやつ、初めてじゃないか。え、これは？私が公園に飾っとる黄色いやつと一緒かな。私、今のところあの種類しか、え？上陸。なんかめっちゃ、お亡くなりに、命からがらここにたどり着いたんかな。かわいい。あ、そして、クマさんたちは狙ってるの？タコの干物。そういうわけではなく、通して、通らせていただきたい。え、すごい、なにここ。なんかショップがあるよ、ショップが。ちょっとしたショップ。ゴミが堂々と表に。え、なにこれ、こんなやつあるんや。見てこれ。桃から生まれた桃太郎やん。そんなのあるのね。へぇー。何屋さんなの？お、そして小人たちの、流しそうめん。いいね。なんか小人たちめっちゃ有効活用できとるよね。要はこの島の住人たちは小人ってことやろ？かわいい。ね、こんだけいっぱい小人使っとるのめっちゃいいな。見て、ここ。なんか、みんなで焚き火を囲っている。どうも。イラストや漫画を描いてます。知ってます。本も買ってます、私。あ、サメおる、サメ。じゃ、お邪魔します。ここは、かなへいさんのお家っぽいね。あ、猫飼ってるよ、猫。きっと可愛い猫なのだろう。なんかすごいあれやね。シンプルで、清潔感がある感じ。あ、この本だな、私。え、こういう白いやつあるんや。綺麗。ね、めっちゃ綺麗。全体的になんか、
白と水色と、え、めっちゃオシャレなんですけど。いいね、いいね。これは？これはインコ？文鳥？私ちょっと鳥の種類がいまいちわからなくって。ほい、左の部屋へ。おぉ、めっちゃオシャレ。え、なんかすごいオシャレな感じのお風呂だね。なんか、自宅っていうよりも、なんていうの？ホテルとかそういう感じ？てか、ナイトプールみたいな感じじゃない？すごいね。てか、こんな壁紙あるんやね。あれは？壁にくっついてるってわけじゃなくて、ああいう飾りなんかな？飾りがあるってことなんかな？あの魚のやつ。こういう雰囲気のお風呂初めて見た。はい、そして、奥の部屋へ。あ、すごい、猫ちゃん用のクッションもねえねえ猫やった。あ、かわいい！めっちゃなんか童話の世界って感じ、メルヘンチックやね。え、めっちゃいい、かわいい。でもなんかやってるのは、何？人生ゲームか何か？一人めっちゃ大勝ちしてない？クマさんかな？超大勝ちしてない？なんかメルヘンの世界観かと思ったけど、現実的な感じのゲームをしてるのね。なんかね、すごい、家具の配置の仕方とか、すごいなぁ。なんかいっぱい物があるのにごちゃごちゃ見えんってすごいよね。はい、そして、右側の部屋へ。あ、右側はキッチン？リビングか。おー。ここもなんかナチュラルな感じやね。ナチュラルウッドって感じ。あ、見て、トースト、なんか魚の模様ついとるよ。へぇー。なんか前までさ、ハートとかそんなんばっかりじゃなかった？魚模様があるのね。すごーい。いや、あれめっちゃかっこよくない？でっかい、カジキ？カジキマグロ？うん、現実にもこういうおしゃれな家に住んでそうだな。はい、そして、2階へ。あ、2階はすごいあったかい感じ。ね、書斎って感じかな。全部の部屋が雰囲気違うよね。でもすごい、すべて綺麗。すべて綺麗。そう、私、さ、2階の部屋、こういう感じのイメージなんよ、イメージ的には。同じような感じの人物像というか、こういう感じなんやけど、ただ私の部屋はこれに比べるとものすごくスッカスカだな。あ、見て。かなへいさんのショップのデザインしたってことか。あ、まあ、かなへいさんの家やけん、そうやけど。ここでデザインしたのね。あ、ここでデザインして、あれか、ファックスで送っとるってことかな、ショップに。はい、そして地下。地下で寝るんかな？ん？物置小屋？ではない。なんかここでも作業しよるっぽいね。なんかここはすごい、ちょっと雑な感じではあるんやけど。あ、なるほど。サーキュレーターで乾かす感じね。洗濯物。へぇー。なんかこういう不思議な感じの雰囲気。なぜドクロが照らされているのだろうか。ウェルカム。ね、ここちょっと荒々しい感じやね。他と違って。はい、お邪魔しましたはい、それじゃあ。あ、すごい、なに？ここの花畑を管理しとるんかな？あ、そしてここには、いいね、海の近くのプール。おしゃれー。おしゃれー。あ、そして、井戸で水を汲む小人たち。たち？小人。やっぱなんか至るところでさ、ちゃんとなんか小人が生活しとるっていう風に見えるのが、いいね。雪だね。はい、そして、これはもしかして、謎の生物に対してなんか対抗しよるんやろうか。あ、すごい、ほら、こっちの子は三輪車やけど、こっちは車を所有していらっしゃるよ。そしてここにちょっと小さい商店が。ん？ここは？あ、すごい！公園！かわいい！
ね、かわいいね。ちょっとした公園が。そして、このさらに上にも。なんだろうか。万人か。うわ、見てこれ。かわいい。てか、かっこいい。ドラもこういう感じのタイプもあるんやね。誰の家？ジャック。なるほど。かっこいい感じだな。やっぱキャラクターに合ったようなものをいろいろと置いてあるんやろうね。あ、そして、さっきの広場に戻ってきたよ。そして、おー、なるほど。ここに噴水、あ、見て、かわいい。タイルの上にもこれ。ビスケットウサギが。なるほどね。こういう感じで。あ、見て、これ。これ、ちっちゃい街みたいになっとる。ヒーローはあなたですか？ヒーローと怪獣？そしてほら、ミニチュアの街。めっちゃ可愛いやん。そういう感じ。で、ここ奥博物館やろ？へぇー。あ、こっちはあれか。さっきのところやね。こっちから行けるんかな？お、橋が。この奥もなんか、ちょっとした道に。あ、で、ここがたぬき商店。なんか買い取りボックスの中に入れようとしよる小人が。かわいい。こういうのってさ、夢で見せる場合には、あ、これ横からも使えるんかな。あ、横からも使えるっぽいね。でもなんか邪魔になりそうやったらあれよね、夢更新するときだけ、ああいう風にやっといて、更新終わったら外せばいいってことよね。何ここ。あ、なんか、料理しよりよ、料理。あ、そしてここは釣り堀？ここから釣り、いいね。この先は行き止まり。ほうほうほう。あ、ちなみにさ、この、マップを見たらわかると思うんやけど、かなへいさんのショップがあったところかな？かなへいさんのショップがあったところがさ、なんか、うさぎの、形になっとるよね、島の形が。すごくない？かわいい。だってあれすごいさ、パッと見、自分の視点からわからんわけやん。で、なんかマップとか確認しながらやっていけるってことやろ？これ何？これ中なんかおるん。なんか動物がおるんかな？よくわからない。あ、ここの果樹園の管理人さんやね。ほら、果樹園。いろんな果物がなっている。よきよき。はい、そして、なんか遺跡みたいな。未知の場所。なんか和風な感じの、あ、見てこれ。すごい。このランプも、うさぎが覗き寄る。何喧嘩してるの？あ、こっちはなんか畑があるよ。株畑や株畑。すごい。これはやっぱり、夢の時だけ？普段は回収して、ちゃんと売ったりとかしようかな。じゃないと腐るよね。あ、ほら、こっちは、海の見える温泉や。素晴らしき。素晴らしき。いや、びっくりした。こんなところにも怪獣が。こんなところにも怪獣が。あ、で、ここに戻ってくるわけや。なるほどね。ちなみにここは住人、動物、一応ね、かなへいさんが一番推してる、最推しの、やよいちゃんのお家らしいです。やよいちゃんのお家は、こんなね、森の奥というか、奥深くにあって、露天風呂付きという、素晴らしいっすね。めちゃくちゃ、もう別格やんね。やよいちゃんか。あ、なんかすごいね、個性的な感じよね。埴輪っぽい顔しとるやん。やよいちゃんはあれか、土偶なんかな。うさぎ型土偶って感じ？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。